中日ってマジで来年 A クラスあるって。梅津がヤバいエースになれるで。横浜と再開争いしてなんとか5位やろ。立浪さんいないから無理やろ。なんで大した実績のないスペでそこまでこじれるのか。タッツ、実は5年契約でした。阪神以外はメクソハマクソ今年 A クラスの可能性は十分ある。そろそろライデルいなくなるし梅津にクローザーやらせろよ。1イニング限定ならやべ出し力出せるだろう。分かってるな。1今年やないんや。そう来年よな。来年は柳とライマルがいないんですけど、それは横浜粉砕したし5位以上は確定。あるわけないやろ。仮に梅津が覚醒しても打たんから去年の柳になるだけや。 A クラス行っても不思議ではないと思うがな。ただそれだと立つ波が続投するので、きっちり再開に叩き落としてくれよな。Y 型を書きついんやけど、1軍ヘッドについたからには少し旗つなみも落ち着いてくれるんか。暗黒時代の阪神とどっちが弱い。エース2枚抜けたハメカスになんて負けようがないだろう。ネオがショート野手に戻れて開幕ショートネオならありえるかもね。日ハムと同じで監督変わってから強くなりそうではある。ネオなんかが今更ショートに戻ったとこで打てるわけないやん。ご自慢の石川昂弥ですら野手専念であのレベルなのに。ネオは20年後も投手と野手を行ったり来たりや。投手力で阪神に対抗できるの中日だけや。こっちには村上がいないだけの差や。 A は十分にありえるやろ。ご視聴ありがとうございました。